ニッコロ3世デステは、15世紀前半のイタリア貴族、フェラーラ公、アルベルト・デステの息子。最初の妻は、パドバ領主フランチェスコ2世だから、カッターラの娘、ジリオラであったが、彼女は、当時の年代記作者が一致して書いているほど醜く、性格もひねくれていた。無論ニッコロは、そんな彼女に魅力を感じるはずもなく、国内外に無数とも言えるほどの愛人を作った。 その中でとりわけ彼が愛したのは、シエナの豪族の娘、ステッラ・トロメイであった。ステッラは三人の息子を産んだが、ふとした病が元で若くして亡くなる。そして三十五歳で、チェゼーナの領主の娘、パリシーナ・マラテスタと再婚するが、今度は、彼女が、ステッラとの間に生まれ、白尺の位を与え後継ぎに指名していた長男、ウーゴデステと貫通してしまう。 ニッコロ三世は彼らを斬首刑に処した。その後ほど亡くして三度目の結婚をするが、その妻もパリシーナの亡霊に,霊に悩まされた挙句首吊り、自殺したと言われている。愛称ステ、ラトロメイトの間に三男がいる。三度目の妻のリッチャルラダ,ダ・サルッソとの間に二男がいる。ありがとうございます。